はいどうも、DOGです。本日はオリジナル焚き火台が完成いたしましたので、皆さんにご報告させていただく動画になっております。本当にこの焚き火台ね、これ以上のものはないんじゃないかっていうぐらいね、素晴らしい作りにすることができました。ですので皆さん最後までね、動画をご視聴いただければなと思ってますので、早速やっていきましょう。はい、ということで本日は天文オリジナルの焚き火台となってるんですけども、先日ね、私オリジナルの焚き火台を作りますよと告知してから早1ヶ月ですね、ようやく完成することができました。前回の動画では完全受注ということで、まあ、受注生産の方をさせていただいてたんですよ。正直ですね、まあ、10個ぐらい発注来ていただければ嬉しいなと思ったのがですね、まさか動画公開初日で10件以上の受注をいただくことができまして、ちょっとね、前倒しで作成がすることができたのと同時に、こちらを作っていただいてるのりとみ鉄工所さんがもっとね、多くで受注することできますよということでご支援をいただくことができましたので、本日の動画をもって再受注というところをさせていただければと思っております。前回ね、完全受注ということで購入していただいた方には本当大変申し訳ございません。私も正直こんなに売れると思ってなくて、多くの方からですね、出来上がった商品を見てから購入検討したいですよっていう声がね、非常に多かったんですね。私も出来上がったものを見せてからの方のがですね、より検討していただけるんじゃないかなというところもありましたので、今回の受注がもう完全に最後になります。これはもう本当の本当でございまして、本年のね、12月31日までに予約受注という形にさせていただいて、まあ、それ以降はですね、全く発売するつもりはないので、ぜひこの動画で検討していただければと思っております。じゃあこの天文オリジナルの焚き火台どんなだったっけというところでおさらいをさせていただければと思っております。はい、こちらのオリジナル焚き火台なんですけども、専門の袋がついてます。でこれ旧デザインのものになってますので、新デザインのものこのような形になっております。この焚き火台ね、組み立てがめちゃくちゃ簡単なんですよ。まずメッシュ焚き火台ということなので、メッシュがついておりまして、本体を取り出すとですね、さっさっさと本当感覚的に組み立てることができます。はい、これだけです。はい、今日はスパッタシートの上に置いてるんですけれども、メッシュをこのようにですね、角にスッと入れるだけなので、おそらく10秒ぐらいでできるのかなと思います。で片付けも簡単ですね。ここに灰とかが溜まったら、これをそのまま取って灰よけに入れるだけなので、この片付け組み立て、これが簡単なのがすごくいいですよね。そしてね、メッシュの焚き火台は、このメッシュの堅牢性って結構怪しい商品実はあるんですけれども、こちらは日本のね、水門メーカーさんのしっかりとしたステンレスでハンドメイドで作られておりますので、250時間の耐久テストもクリアしております。ちなみに週1回3時間ぐらい焚き火するとしたらですね、まあ約2年ぐらい使える計算になるのかな。月2回ぐらい焚き火するよという方に関しては4年ぐらい使える計算になっております。こちらも別売りのね、製品がありますので、これね、本当に半永久的に使える商品になっております。しかも途中でね、この会社潰れちゃったら売ってないんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけども、もう創業50年以上の水門を作ってるメーカーさんのものですので、そこはね、本当安心して半永久的に使えるんじゃないかなというのが私思っております。で重さも 1.8 キロなので、とっても持ち運びも便利ですし、コンパクトで、まあ、そういったところがすごいね、有用性が高いんじゃないかなと。実際に火入れしながらね、これの良さを伝えられたらなと思っております。はい、薪なんですけれども、まあ通常ね、上から入れると思うんですけれども、これね、横側がね、片方空いてるんですよ。つまりね、こっから入れることができるんですね。こういった五徳をセットしてもですね、普通であれば五徳の上からこうやって薪ってね、なかなか継ぎ足すことできないと思うんですけども、この焚き火台は横から継ぎ足しができますので、そういうところは本当に考えられてるなと思います。長さが50センチありますので、ちょっとね、今日は長めの薪を持ってきたんですけども、十分対応してますし、大きすぎず小さすぎずということで、ジャストサイズなんじゃないかなと。簡単に火入れをさせていただきたいんですけれども、じゃあ何がオリジナルかなというところもお伝えしてなかったので、これ見てください。こちらですね。
どうですか、テントモンスターのロゴお分かりいただけてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、こちらとのりとみ鉄工所さんのオリジナルロゴが入ってコラボモデルになってるんですね。これは本当にマジでかっこいい。これね、ステンレスを掘り出してますので、炎が燃え上がった時にこれ横から透けて見えるんですよ。これがめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思ってまして、まだこれ火入れする前の段階でございます。そしてさらにですね、今回ですね、天文オリジナルの商品からこちらのステンレスバージョンアップしてるんですよ。以前ののりとみ鉄工所さんのものはのりのりライフという形で刻印されてまして、これはもうちょっとね火入れをしてるんですけれども、この光沢加減を見ていただければと思うんですけども、以前のものはこのブラスト仕上げというものになっておりました。のりとみ鉄工所さんにお聞きしたんですけども、少しねやっぱこう指紋の跡がどうしても見えやすくなるっていうのは欠点なんだということで教えていただいたんですけども、今回ですねこちらのダブルアクションサンダー仕上げという仕上げはですね、このようように光沢がありますので指紋がかなりつきにくいというふうに伺っております。実際使ってないので、まあ、この後皆様にどうだったかっていうところをお伝えできればと思うんですけども、これがね、光沢がある素材になっております。反対側見ていただければと思うんですけれども、これちょっとサンプル品なので、こっち側はね、従来のブラスト仕上げのものになっております。ここ、側面こっちはダブルアクションサンダー仕上げになっておりますね。皆様のお手元に届くものは、どちらもダブルアクションサンダー仕上げなので、光沢があるバージョンになってますので、一つね、この動画のものとは違うものということでご理解いただければと思っております。個人的にはね、指紋がつかなくなるっていうのも嬉しいんですけども、この光沢のある感じがねめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと思いまして、じゃあ早速火入れさせていただきたいと思います。はい、こんな感じ火入れなんですけれども、メッシュなんでねこれができるんですよね。はい、ここに置くだけで全然 OK なんですよ。まあちょっとね持ってないと危ないと思うんですけども、横からもこうやって火入れすることできますし、もう前後からもできますし、こんな感じですね。はい、はい、上からやった方が一番つきやすいんで、こうやって上から入れますけども、火吹き棒なんかもねこっからふーって吹くだけで結構火が燃え上がりますので、すごく考えられてるんじゃないかなというふうに思います。メッシュがコの字になってますので灰が飛びにくいんですよ。普通メッシュって側面だけの焚き火台が多いかと思うんですけども、やっぱコの字になってるので風が抜けがいいプラス灰が飛ばない、これ最高なんじゃないかなと、まあ、最高なんですよ本当に、考えられてるなというふうに思っております。じゃあ火をつけていきますね。はい、こんな感じで火がついてきました。メッシュ越しから見える炎とっても綺麗なので見ていただければと思っております。ほんと簡単に炎がつくのがこのメッシュ焚き火台かなと思ってまして、今回ねオリジナルで制作させていただいたテントモンスターのロゴ、見え加減いかがでしょうか。こちらをね気に入っていただけるといいなというふうに思ってまして、のりとみ鉄工所さんね、ほんとハンドメイドで全部仕上げてまして、このステンレスのね、切り出し、簡単にできるかなと、ちょっと私思ったんですけども、本当にサンプル品を3度、4度と繰り返して、現在のロゴに行き着きました。なんかね、YouTube も始めて早2年ということで、このような本格的な焚き火台を、完全というわけではないかもしれないんですけども、一番大好きな焚き火台と、自分らの作ってきたロゴで、こうやってできるってことはもう本当に幸せなことなんじゃないかなと思ってまして、しかもですね本当にたくさんの受注をいただいてすごく嬉しいなという言葉の限りでございます。本当はね追加受注というのは個人的にはどうかなと思った節はあるんですけども、やっぱり物がね仕上がってから見たいよというお客様の声が本当に多かったので、今回追加受注なんですけども、それこそ本当に最後の12月31日までの完全受注となっておりますので、ぜひご検討いただければなというふうに思っております。肝心のねお届けなんですけれども、のりとみ鉄工所さん完全ハンドメイドで作っておりますので、12月の早い段階で受注していただいた方はもしかしたら12月中に届く可能性っていうのはあるかもしれないんですけれども、基本的には年末年始挟みますので1月の中旬から2月にかけてのお届けになります。まあ、そこはね少しお待ちいただけたらなというふうに思ってますけれども、もう本当におすすめですし、購入して損のない焚き火台、もう本当に私いろんなものを使ってきましたけども、こちらを超えるものはないなというふうに
本当に自信を持ってご紹介しておりますので、概要欄のねテントモンスターレンタルのホームページに行っていただけると購入ページございますので、ぜひそちらからよろしくお願いいたします。これを見ただけじゃわからないよという方は、まあ、前回の動画でもいろいろねお伝えしていることもありますし、ぜひねコメントでご質問いただければお返しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひね購入検討していただければと思っております。それではまた次の動画で。